皆さんこんにちは。今回も使ったことがないポケモンたちと旅をしていきましょう。うららの踏みつけは割とガチでメインウェポンになる可能性を秘めておるな。炎の渦を縛っている都合上、他に打つ技もないですしね。本当に夏目がこのレベルにもなって毒ガスを覚える理由が全くもってわからんわ。誰が覚えさせるねんあれ。おお、ついにガラスちゃんが34レベルにしてドリルくちばしを覚えてくれました。やってて思ったんですが、基本的には空を飛ぶを覚えさせる前提のポケモンなのかもしれませんね。誰が34レベルまでつつくと乱れ好きで我慢できるんやという話ですからね。こうして見ていると初代の技が多くはないという側面はありますが、まともな技を覚える子って少ない気がするわ。夏目だって技マシンの再起ねで押してるだけですし、ワッパも波乗りで押してるだけですからね。30レベルくらいでまともな技を搭載しているのはタラコちゃんの必殺前歯だけかもしれません。さすがにステータスは立派なもんですね。誰とは言わんが普段使ってるポケモンたちよりもよっぽど強いわ。なお自力はざわずつきと鳴き声だけな模様。わかる人にはわかることを言いますが、ワッパの後ろ姿ってものすごくリザードの後ろ姿に似てないか、気のせいとか言ってたら、38レベルにしてようやく最強技、葉っぱカッターを覚えてくれました。長かった。長かったどころの話じゃないわマジで。初見プレイしている人が38レベルまでウツボットに進化させず、鶴の鞭と妖怪液で頑張った奴がいるのかというレベルです。そのくらいマッチは、育成面に難ありだと思いますね。とはいえ葉っぱカッターと最終進化を手にした今、戦力になること間違いなしですわ。うららが炎の渦を覚えたがっていますが、縛りの関係で覚えさせないことにします。これがあれば、うららがエースになる可能性もあるんですが、命中不安とはいえ炎の渦しか、打たなくなってしまいますからね。しゃあない。というわけで本日一発目は、夏目戦です。使ってくるポケモンは、ケイシー、ユンゲラー、フーディンの、3体構成です。3匹ともレベル50となっており、こちらのポケモンとは10レベル以上の差があります。その差はきっとガラスちゃんが埋めてくれることでしょう。ガラスちゃんなら素早さもそこそこ速いですし、風鈴系統が苦手な物理攻撃で攻めていくこともできますからね。この試合の命運はガラスちゃんに託します。ディフェンダーを使われちゃったらあんなもんですわな。でもまあ素晴らしいぞ。殴られたらめちゃくちゃ苦しかった場面をスプーン曲げ、しかもミスってくれるとは。これは流れが来ていると言っていいでしょう。さあラスト一匹、風鈴です。なんとかガラスちゃんで8割く何やってだこいつ。ガラスちゃんに上を取られる読みか何か？サイキネならやばかったですが、サイコウェーブならどうということはないわ。私だけじゃないと思うんですが、未だにサイコウェーブの計算方法が分かってないんですよね。実戦級じゃないからしゃあない。というわけでガチのマジで何の見どころもなく、夏目に勝つことができました。よかったよかった。苦戦というものを味わってみたいもんですわ。さて、うららを無事40レベルまで育成することができ、ギャロップに進化です。これで全員最終形態になることができました。なんとなくポニータが40レベルでラロップに進化するというのは、知識としてありましたね。プレイしていて、タラコちゃん以来の進化レベルピタリ賞ができたポケモンです。見た目もだいぶかっこいいですし、ステータスも申し分ないですね。メイン火力が火のことは思えんわ。使ったことがないのでわからないんですが、うららって火炎放射的な技って、覚えるんですかね？大文字を覚えさせないとメインウェポンが火の粉ってことはないよね。さて、どんどん進んでいきましょう。お次はカツラさんを、しばいていきますよ。そうそう、ライバル戦に関しては苦戦のくの字もない試合ばかりなので、全カットしています。ご了承ください。というわけで、カツラ戦です。ここに関しては基本的にワッパで波乗り連打をしていけば、そこそこ戦っていけるんじゃないでしょうか。氷を複合していることによる悪い部分もある気はしますが、それを加味してもワッパちゃんで行くのが成功法でしょう。相手の初手は、球根ですね。
球根も使ったことがないんですが、割と人気なポケモンなんじゃないかという気がしますね。やることがないのか知りませんが、電光石火連打は助かるわ。その調子で一生ナメプをしてきていただきたい。オケオケ。まずは球根、突破です。この調子でワッパちゃんで押していって、総力戦でいけるところまで頑張ってもらいたいですね。2体目は、ギャロップですか。使ってるからこそわかりますが、ギャロップは踏みつけが脅威になるので、ひるまないように祈っていきましょう。出やがったな。いいかカツラよ、ひるむことを祈るだの、避けることを祈るだの、そんなことは三流トレーナーのやることやぞ。一流トレーナーには運の要素など不要、実力のみで戦っていけるもののことを言うのだよ。などと講釈を垂れている間に、なんとかギャロップも処理することができました。できればラス1のウィンディーに、一発波乗りを入れたいんですが、どうでしょう。しゃあない。ですがワッパちゃんは、自分にできる仕事はしてくれたと思います。あとは5対1の物量差で、ゴリ押してやろうではないか。頭数で有利を取り物量差でゴリ押す、これこそが真の一流トレーナーの、奥深い戦術よ。お、大丈夫か大丈夫か。マッチが一発耐えてくれるということに期待はしていませんでしたが、火炎放射まで搭載してるのかよ。これは若干、苦しいかもしれんわ。とにかく夏目ちゃんを出して再起ねを打ち、特殊を下げに行くしかないでしょう。いいぞこれ。今の特殊ダウンはガチで、値千金ですわ。この時代は特攻と特防という概念がなく、同じものとして扱うので、こちらからのダメージを増やしつつ、相手から受けるダメージを減らすことができますからね。夏目ちゃん、お疲れ様や。特殊を下げつつ回避もするという、このパーティーのエースという自覚がある動きでしたね。というわけでここはタラコちゃんに任せて、始末してもらいましょう。やばくなったら、電光石火もありますからね。適任と言えるでしょう。ふん、ザコメが、命中85などという不安定な技に頼るから、そういうことになるんやで。というわけでカツラにも無事、勝利を収めることができました。意外とこんなレベル帯でも、パーティーがまともだと戦えるんですね。そしてタラコちゃんが、相手の HP を半分にすることができる怒りの前歯を、習得してくれました。必殺前歯なりで殴ったら相手の HP を半分削れるんじゃないかというジレンマはありますが、機能してくれると信じましょう。さて、どんどん行きますよ。初代は本当に、サクサク行きますね。サクサクすぎるような気がせんでもないが、ええんかこれは。というわけで最後のジムリーダー、榊戦です。赤緑の時はエフェクトガードさんだったんですが、ピカチュウ版ではどうでしょう。割とガチでエフェクトガードをどのくらいの頻度でしてくるかによって、試合の流れは大きく変わってくると思います。おいこら。いやーきついっす。ガラスちゃん以外全員、地割れで消し飛んだりせんだろうな。ひとまずここはワッパちゃんを出して、波乗りでワンパンしに行きますか。さすがに地割れ前段ヒットはないやろの精神や。と思ってたら、威力100の穴を掘るで一気に攻め立ててきそうだったので、ガラスちゃんに託すことにします。いきなりタラコちゃんが何もせずに消し飛んじゃったもんだから、立て直しに躍起になっとるわ。ナイスエフェクトガード。この絶妙なタイミングでのエフェクトガードによって、救われる命があるのです。2体目は、ペルシアンですね。地面タイプ使いとかそういうのは抜きにして、アニメ再現で採用されているポケモンですね。本当に最後のジムリーダーのエフェクトガードさんは、素晴らしい人間ですね。その調子で全身全霊を持って、エフェクトガードをしてきてくれ。ガラスちゃんは、ようやっとるわ。ダグトリオだけでなくペルシアンまで、処理してくれましたね。3体目は、二毒炎ですね。調べてみたところ技構成は、地震、雷、二度蹴り、尻尾を振るとなっており、
2分の1の確率で、有用な技をしてきます。もう半分はしょうもない技ではありますが、有用な技を繰り出してくると、少し苦しい相手かもしれません。初代の雷って、本当にかっこいいですね。演出もいいですが、とにかく効果音がたまらんわ。正直誰を出すべきかは微妙なところですが、ガラスちゃんがいい具合に削ってくれたので、上を取れるであろう、うららちゃんが適任でしょう。よすよす。順調な流れですね。榊と相性がいいポケモンが後ろに控えていますし、総力戦でなんとか押し切れるんじゃないでしょうか。4体目は、ニドキングですね。なかなか耐久力もありそうですし、タイプ一致自身は脅威になりうるので、ここは本腰を入れる場面です。雷があるので少し怖いですが、ワッパちゃんの波乗りでごっそり削れると信じて、ワッパちゃんに託すことにします。おお、よく耐えてくれました。半ば諦めていたので、なんとか耐えつつ一発殴れたというのは、ターニングポイントになるでしょう。惜しい。あともう少しだったんですけどもね。完璧だー。やっぱり命中不安の技は、当てになりませんわ。おとなしく自信をしておけばよかったものを。その油断が命取りよ。相手のラス1は、サイドンですか。これはさすがに波乗りを打てば、消し済みですわな。はよゆう。ポーズだけは一丁前でしたが、4倍弱点持ちなんか、こうなる運命よ。いわーく見てるか？というわけで榊も討伐、無事すべてのジムバッジを集めることができました。本当にこのパーティー、優秀な人材揃いですね。それではキリもいいので、今回はここまでにしておきましょうかね。普通に次回が最終回というのも、全然あり得るレベルだと思います。ご視聴ありがとうございました。